おはようございます。今日の話はリセットの習慣という小林博之さんの本の中からゴールではなくスタートを目指すという話です。私は写真など思い出の品はできる限り処分するようにしています。ゴールではなくスタートを目指して生きると過去にとらわれるより常に次のスタート地点を目指そうとしているからです。もちろん写真というのは思い出の品の代表例として伸びているだけですが、その他様々な思い出の品を過剰に大事にしていると、それだけ過去にとらわれます。写真は全てを捨てた方がいいとまでは言いません。半分でもいいので、一度思い切って処分してみることをお勧めします。物理的に物を捨てると確実に気持ちはすっきりします。物理的にも精神的にも軽くなってみる。その瞬間、自律神経は整っているものです。人は死んだら何も残りません。私は医師として人が亡くなる場面に何度となく遭遇してきました。しかしそれ以上に心に残る体験として、私は高校生の頃母を亡くしています。当時母は46歳。亡くなった母は遺骸だけになり、他に何も残りませんでした。でもそれでいいのだと思っています。人によっては冷たいと感じるかもしれませんが、人は皆何も持たずに畳1畳で、1枚ですね、1畳で死んでいきます。そのゴールは、決まって、います。だからこそ私たちはそんなゴールに向かって生きるのではなく、常にスタートを目指して生きていく。そんな意識が大事なのです。あと10年しか生きられないと知ったのなら、そこからスタート。それが2年でも3ヶ月でも同じです。今からスタートを切ります。これまでの生きてきた過去にとらわれ、過去を見つめて生きるのではなく、次のスタートを見つめて生きる。その方法の一つとして、物理的な過去はできるだけ処分し、身軽になっておく。大事な心がけだと私は考えます。人生は今日が始まり、昨日まではリハーサル、今日から本番。田中真澄先生の言葉ですね。学びも仕事も始めるのに遅すぎることはありません。なぜなら今、気づいた時がスタートの時だからです。そして常に人生は今、ここだけしかありません。だからこそ過去にとらわれるのではなく、今を考える。今日は私の一番若い日という言葉があります。ゴールではなく、スタートを目指して生きていきたい。じゃあ今日これで終わります。